はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。本日はですね、PSR ミキサーガチャをですね、近日やろうかと思っております。で、この PSR ミキサーガチャに誰をかけたらいいのかっていうことをですね、皆さんと一緒に考え、そしてですね、投票とかコメントとかでね、いただきたいなと思っております。で、まあ、早速私のPSR ミキサーガチャっていうところまで来ていて、で、誰をっていうところの選択画面でございます。で、事前で言うと、このガブリエルの PSR プラス5っていうのがね、私あるんですけども、このガチャでですね、まあ、ぶん回したっていうところで、このガブリエルの PSR を3体別で保持しております。なので、残り2体。うん。この残り2体を、誰にするのか。っていうところをですね、一緒に皆さんと話し合っていけたらいいななんて、思っております。で、まあ私のね、まあこのキャラなんじゃないかなっていう候補が2名、うん、もういます。なので、ちょっとまずお伝えしていきます。まず1人目が、胸圧シュートでおなじみじゃねえな。胸圧シュートが取れる、この胸圧くんです。まあ彼はですね、まだ1回も使ってないんですね。ですし、まあ、なかなか胸圧シュートがいただける、可能性というんですか、確率も少ないということで、まあ、持っていてもしょうがないんじゃないかななんて思っているので、まあ、彼は、うん、かけてもいいかななんて思っている一人でございます。で、もう一人がですね、私、PSR ミキサーをするのは今回で2回目になるんですよ。で、1回目の PSR ミキサーをした時に当てたキャラでございます。有村くん。彼は金徳で確か鉄人かなをもらえるんですよね。ただですね、一度も使ってないんですね。うん。今後もですね、このチンピラ有村くんをですね、使う機会が私、果たしてあるのかないのか、はい、わからないんですけど、おそらくない。まあ、レベル40にもしてるんですけど、おそらくない。ということで、まあ、この2体をね、かけてもいいんじゃないかなーなんて思っております。練習効果アップは 10% つくそうですよ。うん。まあ、型キャラですしね。うん。そうですね。まあ、キャッチャー作るときに、じゃあ果たして使うかって言ったら、私の今のデッキを考えるとですね、使う予定は全くない状態でございます。まあ、いつの日かね、この、胸圧有村の両名がですね、なんかピックアップされて、特攻キャラになったりする可能性もゼロじゃないんですけど、まあいいかなって思ってます。皆さんそこら辺はどうですかね。まあこれはね、まあ、トクとも事前に話してですね、こういう動画撮ろうと思うんだけどどうかなって言ったところ、まあせっかくね、私たちの動画皆さんに見てもらって、あーだこうで言ってもらいながら、まだまだ全然ね、パープロ語れるほどできるプレイヤーじゃないんで、私含め特も皆さんの意見を聞きながら一緒にこうやってね、動画に出していく上で皆さんと一緒に楽しみたいっていうのがまあ根本ですから、まあ皆さんのお声を聞くのが大事だよっていう話をね、特としてでこの動画に至るんですけど、いかがですかね、この2名。まあ他にもね、候補として出てくるのは、まあ絶対使わないところで言うと、りょうちゃんとかね。まあただ彼女枠ですし、SR 私持ってないんですよ。っていうのも SR 出たらどんどんこっちに食べさせてるっていう現状があるんで、まあここもありかなとは思ってはいたんですが、まあ彼女枠でね、PSR で持ってるっていうので、ここは取っとこうかなっていうのもあったり、まああと、ちょっと候補に出かけたのはカルロスね。ただカルロスはですね、やる気テーブルと言われるテーブルでして、50になると150発になるんですよね。うん。なので、ここも結構、試合経験でもありますし、いいかなとは思ったんですが、まあ一応取っとこうかな、みたいな。ただ、限定キャラなんで、50への道のりはまあ、険しく、次いつだよ、みたいな話もあるんで、まあいいかなとは思ってたんですけど、一応取っとこうかなみたいな感じでございます。あとね、エミリはこっちのユニフォーム版に食わせた方がいいんじゃないかとかね、牙とかいいんじゃないのとかね、まあただ常設キャラはいつね
上限開放できるかっていうところもあるんで、そういう可能性も残しつつっていうことになるのかな、うん、って思っています。まあ、ハリソンとかね、ここら辺とかもまあ正直かけちゃってもいいんですけどね。まあ、ただ SR もさっき言った出てくるんで、プラス5でも持ってますしね。まあ、そういう意味では長い目で取っといたらいいのかなーなんて思っています。はい、皆さんのご意見はいかがでしょうか。まあこのタイミングで引かなくてもいいんじゃないのっていう声もあるんで、いや、やめとけっていうご意見もあったらね、コメント欄とかぜひ書いてほしいです。いや、本当に迷う、うん、にしてもね、まあ PSR も増えてきたんで、使うキャラ使わないキャラっていうのも出てきてます。正直上限解放してない場合、 SR のプラス5の方がやっぱり強いっていうことなので、うん、そういうところでやっぱり PSR 単体でポンって引いた時の使いにくさっていうのはね、どうしてもあるんですよね。はい、なのでまあここで PSR ミキサーして誰が出てくるかっていうのも正直大事です。うん、まあ、正直ね、この神楽坂とかね、来てくれたら PSR ミキサーして、今出てきますからね、出てくれたら嬉しいですし、あと暁守るとかね、うん、欲しいですし、そういう意味で言うとですね、私のイベキャラのボックスの方に PSR 待機みたいな感じで残しているのがいるんですよ。例えば、なぎちゃんとかね、カンパチくんもそうですよ。カンパチくん、PSR プラゴで欲しいな。あとは、サイリもそうですし、メールとかも欲しいよね。うん。あと、当然、ノーミも欲しいですし、うん。暁守、さっきも言ったように欲しいですし、虹谷誠とかも欲しいですよね。ということで結構ね、欲しいキャラ多いんですよ。で、結局、ミキサーって皆さん SR とかもやられた経験あるかと思うんですけど、有能が出る確率って結構低いですよね。まあそもそも全体のキャラ数の中から有能が少ないっていうのもあるんで、どのぐらいのね、うん、キャラが来てくれるかわかんないですけど、まあ、ほぼ、あーとか、うーとか、かーとかね、なると思うんですが、難しいですよね。引かないっていうのも一つの手なのかななんて感じで考えていますけど、まあでも、ちょっとネタ的にもね、ここ引きどこなんじゃないかなって思っています。はい、まあそんな感じかな。なので、まあちょっと投票みたいな感じでできるかちょっとわかんないですけど、ちょっとここに出してるかと思うんで、ぜひ投票してください。で、1票しかできない場合は、そのキャラ、こいつは絶対かけた方がいいっていうキャラに投票してもらうとして、まあ他にもね、コメント欄でこのキャラとこのキャラがいいと思います。またなんかその理由とかも書いてくださると、非常に参考になります。で、ネタ的にしたくないんで、例えば、今持ってるキャラのね、PSR プラス5、例えば、三本松くんとかどうせ使わないんでしょ、かけちゃいよとか、そういうね、ご意見とかも出てきちゃうかもしれないですけど、これはですね、ネタ的にはちょっと面白いんですが、ちょっとね、現実的じゃないんで、できれば、控えていただきたいと思います。例えば、ルシファーとかもかけちゃいよとかね、そういう意見あると、乗っちゃうタイプなんでね、やめてください。はい。じゃあ、そんな感じで、ぜひとも投票であったりコメントをいただきたいななんて思っています。まあ、またね、今日こういう僕一人で出している動画でこういう動画なんで、まあ、合わせて言うと今後ね、パープルアプリだけじゃなくていろんなアプリもやっていったりとか、まあいろんなトーク系を増やしていきたいななんて思っていますんで、そういう動画もね、こんなのやってほしいとかもしあればお伝えいただけると嬉しいです。ちょいちょいねコメントで来るフロスピっていうのかな。は、ダウンロードはしました。で、ちょっとやっていこうかななんて思っています。まあ皆さんのね、反応を伺いつつとか、そういう形にはなるかと思うんですけど、はい、やっていきたいなと思っています。またね、企業様とのね、コラボとかでなんかできたら、そういうのも嬉しいですし、新しいアプリだったり、まあパワープロ以外のね、ことも、なんか増やしたいななんて思っています。まあその際にね、別チャンネルにするかとか、そういう細かなことはね、ちょっとまだ検討段階ではあるんですけど、2017年もね、もう4月終わりますから、
5月に向けてですね、どん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 飛躍していくためにもですね、いろいろ勝負をしてですね、やっていきたいななんて思っています。うん。いろいろ難しいけどね。まあでもやっぱり楽しんでやるっていう、まあ、僕らがね、出してる側が楽しんでやるっていうことが一番だと思うんで、そこでね、僕らこんな面白いことやってんだよ、みんな見てくれよ、みんな一緒になってくれよ、みたいな感じで、皆さんも楽しめるような感じにしていきたいので、まあ他のね、YouTube 上げられてる方たくさんいますけど、その人たちと違ったようなね、楽しみ方とかを共有できるようにですね、頑張っていきたいと思いますんで、何卒よろしくお願いいたします。はい、今日はね、一日、風っぽくてですね、まあ、喉も変でずっと寝込んでいた一日でしたけど、いろいろねそういうようなことを考えられた一日にもなりましたので、はい、今後皆さんがね楽しんでいけるんじゃないかななんて思っております。はい、じゃあそんな感じでですね、ちょっと長い動画になっちゃいましたけども、引き続き風炎の方を何卒よろしくお願いいたします。ではまた動画でお会いしましょう。バイバイ。